こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れまくりいきましょう。対局開始。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手2段の方ですね。棒銀ではなくて棒金が、お得意の方ということでですね、やっていきたいと思います。さあ、なんだかんだ、今こちら4連勝中ということでですね。さあ、お相手、棒金という、話だったんですけども、石田流ですね。石田流で来ました。さあ、ですね、いつも通りですね、この3、5の地点を、狙って、勝負を仕掛けていこうと思っているんですけども、まあ、これは、一回、まあ、歩ついていってですね、で、まあ、角も引いておいて、まあ、銀上がって、で、ここの地点を、集中砲火していこうっていうのが、こっちのプランなんですけれど、ちょっとよくわかんないんですけど、これって両取りありますよね。両取りあるよね。これはどういうこと？これはいけるんじゃないですか？ちょっと相手の大ポカじゃないですか？これ。ミスったんじゃない？しかもこれ2筋ガラ空きですよ。2筋ガラ空き。これ来たんじゃない？これは2段撃破の大チャンス。しばらく勝ってないけど、2段には。2段にしばらく勝ってないけど、勝つとしたら多分今回の対局しかないでしょう。お願いだから勝たせてくださいっていう、そういうやつですね。もう、今しかないんで。勝てるとしたら今しかないから、なんかないかな。これ角打ちでもしときますか。一回軽く角打ちしておいて、で馬作っておきまして、でですね、まあいろんなものをですね、ちょっと蹂躙していきたいと思います。ここの歩も回収しておいて、で一回引いておいて、なんか変な筋がないですよねっていうのとこだけ確認しておいて、でまあ、そうね、ですね。まあ、銀上がっていきましょう。これ、まだ、今、こっち慌てる必要が全くないんで、相手が、飛車はこの位置なんで、一応、居飛車対策みたいな感じの陣形にしておきましょうか。はい。で、王様寄っておいて、さあ、この馬がね、この馬の位置がちょっと、あれなんですけど、馬一回引いとこうかな。馬引いといて、何かあった時のためにちょっと準備しといてもらいましょう。で、時間が負けてると。二段はね、そうなんですよ。いつも思うんですけど、時間がね、とにかくね、すごい早い。指し手が早いのだけがね、もう嫌なんですよね。それだけがもういつもこれチャンスだっていう時に必ずやられちゃうんですよ。チャンスを不意にされる二段の時間の使い方、まあ、それをですね、ちょっと今回は克服していきたいなっていうふうに思っております。さあ、この馬をですね、どう使っていくか問題というのが今ここにありまして、で、ちょっと今こういうふうに使っていってみたいなっていうふうに思ったんですよね。まあ、ここに、たらしの歩をっていうのをやろうと思ったら逆にやられるっていうね。逆にやってくんだ。逆にやってくんの聞いてないね。さあ、これ銀で、銀打ってですね、まあダブルでですね、もうここに迫っていこうじゃないですかっていうのが、こっちの方針でございます。あ、もう全部、なるほど、確かにそうだね。ちょっとこれまずいか。でもこの歩の拠点がめちゃくちゃ力強いから、ですね、とですね、これ勝てるかどうか分かんなくなってきました。もう本当にこれトントン、これもうね、形勢判断的には多分こっち劣勢に近いかもしれません。ただ馬がある分、この馬はしっかり使っていけばいいっていう話になってると思うんで、ただこれ割り打ちの銀があるんで、割り打ちの銀対策だけちょっとしておきたいと思ったんですけど、それがちょっと許されなかったんで、ですね、まあ、これ、一回金で上がっていって、飛車を追い払っていきたいと思います。で、ここ、歩打っておいて、あ、歩打てないんじゃんか。歩打てないんで、歩上がっていきましょう。で、で、金がなんか出てくるのかな？よくわかんないけど。まあ、で、これ、桂馬に効いてますよね。桂馬に効いてるから、桂馬くださいって言わせてもらって、桂馬くれないと。それでどうなる？これで、ちくしょう、飛車取られるんだ。飛車取られるのかい。飛車取られるのきついよ。
飛車取られるのきついけど、これもう銀と桂馬のこれ両取りで、あ、これ両取りになってないし、なってないじゃん。さあ時間がとにかくまずいっす。しかもこれ両取りかけられてボロボロじゃないですか。これもボロボロだね。これとにかく飛車打たれるから王様上がっておいて、で金取られるんでそれは馬で取っておきましょう。でそれに対しては一回まあ銀打っといて、まあ守りの体勢ですね。でこれ一回銀引いといて、でここ歩打ってくると思うんですけど、まあ引いていきたいと思います。それは馬で取っておきます。さあこれはですね、まあ銀か銀で取って、で竜でもう全部ねバラしてくると思うんですよね。バラしてくる。さあバラしてくるのに対して一回飛車打って、でこっちがやりたいことはここのね強打ちですね。はい。で強なっておいて、さあ時間的にやっぱり負けてるっていう、時間がね まだやっぱり負けてるんだよね。なんで負けてんのっていう、まあこれ桂馬とか打たれるんですけど、まあ、知らないよって言って寄っていってですね、寄っていってこの銀をゲットしながら、ちょっと待って、ちょっと待って、これ死ぬ死ぬ、これ死んでる、死んでるんじゃない、これもしかすると死んでる。さあ王様、王様に対して駒が足りない。あ、そっか、これ金で、なるほどね、そういうことね。一回これ金で金打っといて、ただ相手がもう全然駒があるから余裕で、これあれですね、でも相手詰ますつもりないですね。こっちを詰ますつもりないぞ、あいつこっちを詰ますつもりが全くない。あー、マウスクリックが、マウスクリックが、マウスクリックの負けだ、これマウスクリック負けだ、マウスクリック負けだ、うわ最悪。はい、ありがとうございました。相手最悪。それはないでしょう。いや俺は最後までやろうとしたよ、ちゃんとちゃんとやろうとしたよ。2段にさ序盤で大優勢取ってさ、こんなことなります。はい、というわけでですね、もう1試合やっていきたいと思います。さあお相手どんな方でしょうかというところなんですけれども、お相手が、なかなか決まらないということですね。さあお相手2級の方ですね、原子棒銀がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあお相手、居飛車で、まあ、こちら嬉野流でいきたいと思います。さあですね、ちょっとですね棒銀でまっすぐ来てるんで、棒銀用の受けを、しておこうと思うんですけれども、まあこちらもですね、こちらで、棒銀をしっかりちょっと決めていきたいなというふうに、思っております。さあお相手の戦型は、まあ中飛車に組み替えてくる、中飛車に組み替えてくるのちょっと珍しいですね。なんかこの銀が浮くんだよね、でも浮かないようにしてるんだ。でもなんかあれ、また浮いてるよこの銀、大丈夫。まあ棒銀決めていきましょう、シンプルに、シンプル棒銀決めていきましょう。これは金1回出ておきます、上がっておきます。でまあ歩ついていって、さあ角が出てくるんですけれども、ここ歩つき、まあ1回歩付きでね、で、お茶を濁しておきまして、まあ角当たりになってますからの、と金作っていって、まあこれで、基本的には優勢なはずです。2分30秒で、ここに歩打ちが効くので、まあ銀がまず死んでますよっていう話ですね。でと金で取っといて、で金で取るしかないんで、これで王手で、まあ入りますね1回で、そっからなんですけど、まあ、ちょっとここに桂打ちとかしておきますか。で、なんか、飛車角両取りですよ、みたいなことを。はい、ありがとうございました。というわけで、無事に勝利することができました。はい、というわけでですね、今日もう一、はい、というわけで、もう一試合やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。はい、お相手一級の方ですね、筋違い角がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、お相手の戦型ですけれども、角道を開けてきて、まあ何で来るのかという感じなんですけど、筋違い角はね、基本的に私は角交換をしてこない戦い方をしているんで、まあ取り差し的なね戦い方をしてるんで、基本的にはそういう形にはならないんですけれども、つまり相手の得意戦法が封じられているという状況での戦いになるので、もうその時点で私のまあ大優勢はもう決まってるのかな、というかもうほぼ勝利なのかなみたいな、もうそこまでいってんのかなみたいな感じで、もうちょっとですね、ここの余裕を持ちながらやっていきたいと思います。何しろね、
達成率があんまりないんで、まあせめてですね心は明るくやっていかないとちょっとですね心は持たないんで、さあなんか割り打ちの銀ありますねここにね。中飛車だから、まあ、基本的には飛車ね1個引いてくるんですよ下段に。この後だけど、まあ、その下段に引いてくる前にもし割り打ちの銀をすることができたら、そしたらそれはとてもハッピーなことだなというふうに思いますね私としては。で飛車引いてきたとしてもちょっとここに歩が落ちてるんで、この歩を回収できるのはちょっと嬉しい。はい、というわけでこれの割り打ちの銀が見事に決まってますね。ありがとうございます。さあこれは飛車を逃がしてくるしかないと思うんですが、飛車を逃がしてこなかったので、まあせっかくなんで飛車をもらっておこうかなと思いました。でどうしようかな、角交換までしちゃっていいのかな、角交換までしちゃって大駒同士の交換プラス飛車 と、銀の交換っていう形になりますねこの形だと。はい、でそうすると逆にまあこれは一回ね歩ついておいて、さあちょっとですねこれ受けづらいんですよね、受けづらいんだよな。はい、まあ一回銀出ておいて、で角ここに打っておきたいと思います。まあここへのね角成りをケアするっていう意味合いですね。で時間的にはこっちがだいぶ勝ってるんで、まあ無理な戦い方をする必要は全くなくって、これ逆に角がねすごい狭い、形になってしまうんで、まあなんていうか逆に歓迎かなみたいな感じですね。で飛車打ってまあこれ銀取りですよっていうのを当てておきまして、はい、でまあ引いていくと、なんかなできればいいんですけどね。まあ一回引いといて、はい、一回引いときます。こっからまあどういう戦い方ができるかっていう感じなんですけど、まあ角交換多分したいんでしょうね。したいんだったら差して、差し上げますと、別に問題ないんで角交換しても。でこっちの飛車はまあ攻めにどっかのタイミングで使っていくんですけど、それまではちょっと引いて相手の出方をですねちょっと見守っていくっていう、考え方にしていこうかなというふうに、思っております。さあとはいえここの飛車取ったところでかかんないんですよね、大手飛車じゃなかった、飛車の両取りが。だから一歩だけ得できたっていうのがよかったっすね。で相手がもう歩持ってないんですよ、歩持ってないからもうこっちが好き放題できるっていう、状態ですね今のところ。でこれと金作っていきましょう。まあ好き放題できるっていうのは好き放題はできないんだけど、好き放題的なことをしたいなっていう、したいっていう話です。はい、さあこれはですね角を、打っちゃおうと思います。はい、もうこの辺のね、大駒は差し上げていってですね、おっとこの銀はじゃあこれ角をもらっておいて歩打ちして、おっとなんかやってきてますね。さあでも相手からね手がないからもうこれはさすがに何もできないと思うんすよねまあでもまあ角でねプレッシャーかけてくるっていうことだと思うんですけど、まあそれに対してもあんまりなんかふんどしの形ではないが、ちょっと桂馬とか打たせてもらいつつ、まあここで歩打っておいてですね、でまあどうなんだろうな。まあ角、はい。これで、角打っておいて、こっちの角成りで、十分かなっていう感じですね。で、ここに一回歩打っておいて、角どこに逃げますかっていう話をして、まあ馬はね、ちょっとね、大事なんで大切に扱っていきたいと思うんですけど、角を取って、これで十分ですね。はい。まあ干渉かなというふうに思います。特にですね何も
問題なく、勝利することができたんじゃないかなというふうに思いつつ、よろしければですね、チャンネル登録と高評価の方を、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。